三屋、えー、さんどすこいさんならなんか信仰信仰宗教の勧誘されたら逆に説教をして相手を無宗教にしそうあそこまでは <laughs> でもなん宗教で何か言ってきたらね僕もうさ全くあれですよ、うん、あのねなんかこう「あなたはもっとこうこうこうするべきだ」みたいなことをめちゃくちゃ上から言われたら「何でそんなこと決めなきゃいけないの?」みたいなねい「それは僕が決めることですよね」みたいな「<laughs> それはあなたが決めることなんですか?」みたいな <laughs> 言うかもしれない。 <laughs> 意外と僕ね、頑固ですからね。<laughs> <laughs> そうそうそう。よいしょ。よいしうん。ええと、ももさん、どすこ、一見見た目や喋り方が、お、えー、これ、お、おんは、じゅうは、じゅうは。 あわかんないですけどあのー、柔らかはだからえ膝膝詰めすれば押し切れると勘違いされると思うけど結構ドスくんの心を動かすのは難しいと思うあそうだから結構だから僕なめられるんですよね。なめられるんですけどなん,か、うん、ななんかこうなめた感じでたまに来る時あるんですよなんか例えば社会に出てねあニューはニューワ難しいわ」 なんかあのなんていうのあな何でも言うこと聞きそうあのなんていうかなあのあのー、ねリーダー気質の人リーダー気質というかなんていうのかなあの誰かをななんていうの自分の思い通りになる友達が欲しい人っているでしょね自分がもうリーダーそのグループリーダーじゃないともうあの何、ー、え何、ー、あのー 満足でできななないいいいみたいな人るじゃないですか、ね、そういう人に結構どすこいはね目をつけられるというかあこいつなんか自分の思い通りできそうだなみたいに思われるんですよね。なんですけどなんかでいろいろこうねああの何自分の家来にしようとしてきたりするんですけど意外とねあの思い通りにならなかったりするんですよね。<laughs> でねなんかあれーみたいな顔してねあいつも去っていきます。<laughs> ほっとくさいうん多分難しいと思う。<laughs> <laughs> そうですかね <laughs>、うん。頑固なんですよで結構自分のなんかこうこだわりとかもあるしねなんか思い通りりんかこうなんかコントロールされそうしようとしてきたらすーごい腹,腹立つというかねめちゃくちゃ嫌いそういうの。うん、おっとくさん変にこだわりめっちゃありますもんね <laughs> めっちゃそめ,<笑><笑>めっちゃあ,れあるんですよね。そ、う、そ、ん、<laughs> そうそうそう だから友達できにくいっていうのもあるかもな、う。ん